セフィー・ミカエラ・デビルークです。娘たちがいつもお世話になっております。あ、いや、こちらこそ。ごめんなさいね、本当はもっと早くにご挨拶に伺いたかったのですけど。いえいえ、お忙しいって話は聞いてましたし。元気そうね、ララ。ああ、少しずつ力もみなぎってきてるから、もうじき元の姿に戻れるよ。母上。あら、ナナは相変わらず甘えん坊ね。地球の衣装似合ってるわ、モモ。嬉しいですわ、お母様。あ、そうだ母上、そいつには近寄っちゃダメだぞ、けだものだから。ちょっと、こら、ナナ。でも本当のことだろ、姉上。それにリトがいつものずっこけで母上の素顔見ちゃったらまずいじゃん。あー、そうかな。なんでダメなの？美しすぎるのも考えものなのです。セフィー様は宇宙一美しい容姿と声を持つ少数民族チャーム人の最後の末裔。その美しさはもはや能力の域に達しており、その顔を見た全ての男性はたちまち心を奪われ、けだものとなってしまうのです。すごい、モテモテすぎて大変なんだ。そんなレベルじゃないぞ、男がみんな校長並みのド変態になっちまうんだからな。長く続いた銀河大戦も元をたどれば一人のチャーム人をめぐるいざこざであったとも言われています。銀河大戦のイメージ変わるな。私自身もこのチャーム人の特性によって幼い頃から何度も危険な目に遭いました。そんな私を救ってくれたのが夫、ギドルシオン・デビルークなのです。あのお父さんが、なんか真っ先に襲いかかりそうなイメージだけど。だから顔を。はい、顔を隠せばチャーム人の特性はある程度抑えられますから。ほんと娘たちにこの特性が受け継がれなくてよかった。美しさって罪。